おはようございます。さあ、ということで沖縄っぽいところを見つける旅、後半戦でございます。渡嘉敷島へ、ゴー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 なんとですね、レンタルフェリーですか、なんやてを借りて渡嘉敷島にみんなで渡りたいと思います。いやー、そこで何するんでっかそれは行ってのお楽しみ。どひゃー言うてこんな変わる なんすかこれ。で、あのこれぐらい、これぐらい、はい、必要かなということで、まあ、昨日ね、ちょっと反省して、ちょっとオフが下手すぎたんで、オフっぽいオンが下手すぎるっていうことで、今日はちょっと昨日のリベンジをしましょう。あ、もう昨日失敗ってなってたんや、はい、うちら寝てから。そうです、反省会もして昨日。じゃあ今日はオンで、今日はオンってこと。まあ、オフ、うまくオフできるように、もっとさらにねってことね、はい、リベンジしましょう。そうやね、オンの中に見えるオフを見つけるみたいな。まだちょっと探ってます。あ、オッケーオッケー、まだみんなで見つけよう、見つけていこう、よし、じゃあ、フェリーに乗ります。はい、こうですか。あ、ここですね。なるほど、怖いな。はい、はい、じゃない。ううえ、ちょっと待って、それオンオフオフオフかい。ここで落ちていくか。しょっぱな。あ、そのまま。あ、急いで急いで。いけるいけるいける。よし、よかった。また先に。
船で送っていただいて1時間ぐらい乗ってましたかね。一回戦績を発表します。5勝4敗5勝4敗、中に乗ってた方は、はい、逃げろでございました。小川さんに至ってはもう空港着いて、合流してすごい喜びを分かち合った瞬間ゲロでしたので、もう本当かわいそうです、うん、はい、ここから取り返せるんでしょうか。まあ綺麗な海なんでね、はい、最高になるでしょう、はい。ニケールの女が誕生しました。爆誕なんかいました？何やろ、何やろ。4匹はいるはずなんだけど、そうね、はい、もっと水がきれければ、うん、見つけれるんだけど、はいはいはい、見つけにくいんだ今特に汚いと具合が悪い。昨日風が出てた、はいはい、波がこっちだけ行くんだったら浅瀬で、はいはい、砂が舞うだけでそのこっちではきれいだけど、はいはい、そっか、はい、だから普通だと15メートル、今一番海が汚い時太陽も照らないから海が出てない最悪なんかその最悪の日のテレビで見るよ。海が今日見れたらこんなめっちゃ天気悪くて、はい、海が見れたら売れると思うねんな。いや本当そうっすよ。それうちらのために見つけた方がいいで、見ても生子どれ、生子どれ、ナマコ最高。いや、知らないナマコ最高。ナマコがあるだけでこっちは儲けもん。ナマコ最高。首に巻きません？どうでした？最悪の海らしいけど。ヘビ。ナマコのヘビ1。待った？はい。最悪です。ウミガメが出なかったので、こっちで巻き返せのスープやろ。ウミガメのスープはまた違う。巻き返します。玉ねぎやね、時間かかるからね、うん、置いていくよ、置いて、野菜置いていくよ。ちょっと面白くないな。なんかお供えしようとして、確かにな、儀式っぽいな。みんな来て、とりあえず今おる人来て、はい、ここに来て、はい、うん、でな、でさ、どれがいや、全部一緒じゃない。いやいやいや、いただくと半分に分かる、半分に分かるでしょ。最初はグー、じゃんけん、はい、最初はグー、じゃんけん、はい、1個でしょ。どう言われる、そうね、全然違うからな、うん、やっぱりこれ、はい、じゃあこれ、お兄さん、はい、育てて、はい、玉ねぎ、はい、お兄さんが育てて、かわいいわ。あー、天気良くなってきた。うわっ、うまいやろ。オッケー、どんどん取っちゃって、取っちゃって。いやいや、自分のな全然見たことないって、こんなの。
おのおの、あ、そちらもやってはるんですねみたいな。でこれ、これ履けないと一旦食べるってこと。あちらは栄養管理もしてるからさ。野菜食べんやつ出てけえへん、食べんな。なるほど、やだな、こんな子供会のバーベキューこんなだったら。先に野菜食わないと肉食わしてくれない。あん時やな、うざいなって。いや、あのおばちゃんいるとさ、大きな手からわかんねん。あ、あん時無理やり野菜食べさせるんだよ。このおばちゃんいると先に野菜食わされんだよな。あ、この野菜食ってんのかな。いいよ、食べる。あ、やっぱこっちだよな、こっち。これこれ、やっぱこうだよ。これこれ、こっちのがなんか焼いてて楽しいよ。これこれ、音が違う、楽しいって思えるよ。なんでやろこれ。でも前の時間がどんなんやったから今楽しいって思える。一発目でもこれ楽しい。いやいやいや、上げなくて、フリーとかいらないんだよ。なんでやろか、でもな、通ってくるの。でもさ、さっきさ、集まらんかったやん、みんな、はい、もうやってんのに、さっきやっといてとか言ってなってたら、はい、あ、誰おれへん、あれおれへん、誰こんなにやり、今みんななんで集まってる、なんでやろうか。あー、調子いい、このおばちゃんいると。みんながそれぞれなんかバーベキュー来たのに説教されんだよな、マジで。引っ越しみたいな、なんかそれぞれ野菜を育てたから。そうよね、愛子さん、ねえ、来たよ。この二人揃うと、マジで塩コショウもありますよ、塩コショウ。塩コショウもある、ほんまにそうなんです。沖縄クイズ、お、来た来た来た、え、来た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 、沖縄クイズ。じゃあこれから沖縄にちなんだ問題を出題します。はい、沖縄の島の数は、おー、いい、いい問題なんかい。うわ、近い人が、近い人が良しとしましょう。良しとしましょうとかじゃなくて、島の数。いや、はい、はい、27。いや、もっと多いだろうな、多分。もっとある？だって1枚ある。え、名前ついてたら1個やんな。無人島とかでも、もう無人島も含みます。沖縄県とされる。はい、はい、700。え、120。うわ、100いった。4。うわ、その124。230。57。94。間を料理。111。アホや。はるかは102。はい、お願いします。正解は、ダリソー。わあ、いるのか。こっちみたいな。いませんでした。あ、まあまあまあ。ハトリアナ。全然あかんやん。一番近いのは、加納さん。え、だって加納さんの124が一番近いから。お、加納さん、うん、で正解は、正解は160ですね。あー、そう、ニアピンでも全然ない。どうする。なんか沖縄、沖縄っぽいところ、ぽいところみたいなやつ、はい、どうなってるんですか。斉藤くん、でも俺行ったんじゃん、でも90気持ちとしてはかなりかなり積み上げたんじゃないかって。90ぐらい行って行ってると思いますよ。カウントもしてない。本当にやれちゃったけど、携帯に一生懸命なんか打ち込んでなかったっけ。昨日めっちゃ細かかったよ。昨日の時点で45やって、うんうんうん、だってブックオフ入ってんやろ、それに。キングタコスの横の星バスどう入ってんの。いや、だってまずそのシュノーケリングですごい買ったよな、うんうん、海蛇出て、うん、今数えてる。その携帯なんなの。今日は30ぐらいはあったと思う。で、はい、合算して合算して75といったところでしょうか。先ほどの本気の話し合いを経て、ここで数を稼げるんじゃないか、はい、ということで来ました、アメリカンビレッジ。え、沖縄やのに。はい、はい、密接な関係ですので。なるほどね、はい、アメリカンビレッジのデポアイランドの中にあります。この中のお土産とかいろんな雑貨屋が入っております、はい、アメリカンデポさんに、行こうと思います。行きましょうか。ここで嘘みたいに稼ぎます。なかなか、あの、
違う店でした。許可取ってたの違う店でした。入ったら違うって言われました。仕切り直し、はい、なんか中の方にあるって言ってるんで、本来へ行き行き本来へ。結構移動しました。ちょっと間違え、隣の店でしたとかではなく、7分歩きました。名前も変わりました、デポアイランドさんです。こちらに行かせていただきたいと思います。はい、すみません。行きましょう。あ、かわいい雑貨屋がたくさん。わあ、雑貨。みんなでお揃いのつける。もう仲間になったし、みんなでこれつける。もうちょっと選んだの。どれにするとかではなく、あ、なく、もうこれ。これ一択。一択。あ、これでもいいやん。いっちゃいますやん、これ。どれがして、ほら。どれ、ほら。どっちがどう。うん。沖縄やな、やっぱ。うん、これ、あ、よ、よって全部、稼ぐ、稼ぐ。めちゃくちゃこれはもう、ここもうオーバーするんちゃう。こんなんしてた。お笑い芸人って言われてるかも。お笑い芸人って言われているかも。顔さしましたね。聞く？聞く？聞くか。聞くか。どこ？こっちや、こっちやって。あっちにもう帰った。あ、もう追いかけるってなんだ。顔さした人追いかける。知ってる？ねえねえ、知ってる？知ってる？いいね。音楽選べるん。ピコンシーサタ。You are from? You are from? Yeah. You are from?香港、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 香うわーにマジかよ、お前。近寄んなよ、こいつには。危ないぞゆっくり、ゆっくり危ないって言うだけの時間ないやん、ね。いもちゃんにお土産買おう。そうしよう、そうしよう。これさ、あの、いもちゃんが編集してるさ、はい、これ、置いたら、めっちゃいい。ババアビキニ編集で見られてるみたいな感じで。めっちゃムカつくやろな。これめっちゃいいな。これにしようか。え、どっちの方が見られてたらいいや、みんなは。その編集とかしてて。私も同じ人ですよね、多分。いや、上もそうやで。え、これうちで、これ私やで。じゃあこれどっちも買おうか。あ、じゃあそうしよう。はい、いもちゃん、いもちゃんに、いもちゃんにはこれ未来のエンマッソ見て見てんで、未来のエンマッソお土産、うん、ということで、はるか選手権第2弾、写真編がありましたけども、うん、今回はお土産編、はい、はるかが本当に心から喜ぶものを買えた人が勝ちです。自我は言いません。あの、本当にはるかが喜ぶものです。はい、制限時間は10分。ちょうどいいです。ちょうど、10分以内に探してください。はい、よーい、スタート。ということで、はい、はるかへのお土産みんな買いました。買いました。はい。坂本ちゃんだけ色違うんやけど。まあまあまあ。まあまあまあ。ちょっとじゃあ、行きましょう。夜、帰ってから、もうお楽しみで。じゃあ、次ご飯。行こうぜ。なんかが来たよ。来た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 。お待たせいたします。何？お待たせいたしましたから、スプラッシュシュリンプを買っちゃって。スプラッシュシュリンプ。シートの上に置かせて。はーい。
これがシート。はい。こちらがお返しいたします。はい。スプラッシュー。はい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 。なんですか。どうなんのどうなんの。ここでこっち。あ、なるほど。一緒に。せーす。いきまーす。うわわずかいらしいです。あれです。うちにもやらせてもらっていいですか。はい。すごい。いや、そんな。もう分かってる。ドキドキできる。どうなるかな。まだ分かんない。いや、そっちはそうだったけど。行くぜ。フラッシュ。もう。なるやん。なるやん。2匹が息が良かったです。まだ大丈夫です。まだ大丈夫。まだこちらお取り寄せ。ありがとうございます。最高。みんなみんな。よし。ギャー。レモンス、まだちょっと。いい？あ、ごめん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 。スプラッシュしちゃって。スプラッシュ。レモン。うめぇ。めっちゃうまい。え、これ皮？むいむいむい。もちろんもちろん。来ました。オッケー。はい。2日目ルネサンス最終日でよかった。最終日でよかった。うん、うまい。お待たせいたします。お待たせいたします。うわぁ、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 これはうちの2000年差だやから。やば。うん。うん。焼き？うん。うわ。うわ。うわ。美味しい。はい、仕事来ません。うわ。うわ。うま。ガーリック。うん。うわ、うわ、うん、まっ。下手やな。違う違う。何が違うの。何が違うの。ガソだから、ガソだから言いたい方だよ。何がって、めっちゃ美味しい。何言った、何言った。確かに今立ち上がったやつ、どのカメラも撮ってた。これはもう覚えてた。おえよ。これいらないわ。うわぁ、いやぁ、お前はさっきのやつなのか。うわぁ、おいしそう。あ、おいしい。うん、プリプリ NG ワードでした。あー、プリプリかー。これ何だっけ、この番組。やった、もっと王様のブランチのブランチや。あれ、買い物のやつ。あの、買い物のやつ。アパレルくんとかで、よっしゃーとかやったわ。お前、めっちゃ何NG ワード何やったっけ、よっしゃーとか、やばとか、やばとか、なんかはるか選手権パート2、ご飯食べれなかったはるかにお土産を買いましたんで、はい、ありがとうございます。あの、はるかが本当にいるもの一番を決めようということです。ちなみにはるか選手権、第1回は、決めずに終わりました。それぞれにそれぞれに投票し合うみたいなことはやらず。そんなことあります。じゃあ開けていく。じゃあ開けてって、うん、え、どうしようかな。これ、はい、はい、でーん、でーでー、写真立て。いいやん。誰、はい、はい、写真立て、はい、旅行中にいっぱい写真撮ったんで、それを入れてもらうっていう。そう、ね、こちらの写真を、今日撮った写真、今日撮った写真を、うん、なんか説明の熱量あんまなかったっすね。ないよ。入れるっていう、なんかそのな、透かしてるよな。まあ、みんなまで言わなくてもわかるでしょ。わかる。なんだろう、なんだろう、
あ、かわいい。これは、あ、僕のですね。あ、これは何ですか。これはアンクレットみたいな、まあ、ね、ぱっと見、やっぱそっくりじゃないですか。人魚。あ、でも色味ちょっと遥感あるな。確かに色味し、じゃあまあちょっと値段も書いちゃってるんですけど、うん、1600円する。おー、結構するね。それ、これにそのいやいやいや、その気持ちはあるね、確かに。やっぱ価値がある。詰まってる。価値が詰まってる。客観的にも1600円ってことは、1ピーズ1個につき50円くらいはする。すごい価値が高い。価値の高い。価値の高い。これに。なるほど、なるほど。はい。はい。お、はい。私です。これを開けて、もう一個開けてください。もう一個開けて。お、もう一個開けて。T シャツ？何にもない T シャツに。いや、2個買ってるやん。ちょっと待って、2個買ってる。2個買ってんのはちゃうよな。これをどうするか。これをつける。あ、ここに。いや、ちょっと村上すぎる。村上すぎるやろ、ちょっと。お、なんだ、これはフラミンゴ。フラミンゴキーホルダー。これは僕です。このフラミンゴ。何？光るし音が鳴ります。ちょっと開けて。今も俺めちゃくちゃ良くないですか。可愛い。あ、可愛い。あ、買いましょう。可愛い。可愛いこれ。これ可愛い。はい。お、何ですか。うわー、やってるわ。やったな。誰そういうことじゃないって切れてます。可愛い、そこまで。そう、あ、可愛い、可愛い、可愛い。確かに。これ好き好きよ。そっから。から、ああ、かかか、ああ。ああ。無理してる。ああ。いつも思う。顔も出ない出ないし。ちょっと熱くないですか。あ、つけよつけよ。ごめん。ちょっと待ってね。これは誰ですか。誰ですか。これ僕です。それはすごい。それすごいいいんじゃないですか。何はるかにはこれがすごくいいんじゃないですか。これ、うん、あの酔い止め薬液。そうか、今日そうなんだ。今日酔うということが分かったから。確かにな。お、これね、ちょっとした袋。これがね、全部入る。これ 入らんやん。これらが、これは、ね、全部入る。しかも、これあのカバンの中で、カバンオンインカバンの中で、嬉しいな。くしゃくしゃにしていい。こういうサイズの、こういうサイズのな。こういうサイズの、な。こういう袋、こういう袋な。誘導されてないかな、これ。な、ちょっと長い。ちょっと長いから。これプレゼン大事やな。さあ、でかい。なんかすごいよ。わあ、カエルやん。これはカエルのなんかなんですけど。平和もう1位だけ聞く。普通に誰が聞く。ちょっと2個で迷ってます。2個で迷ってる。では第2回はるか選手権優勝は。辻さんの勝ち。おい、辻さんだよ。やったすごいな、これがいい。ちなみに迷ってたもん、一個は加納さんのこれです。これな、なかわいいよな。一番使うと思う、これ。そうやな。フラミンゴはもう今だけのあれ。いや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 、使いますよ。もうあと50年ベンチが切れるまで。ということで、初YouTube チーム、はい、社員旅行、並びにオフっぽいオン強化旅行、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、沖縄っぽいことを100個やろう。はい、西条くん、最後の数字発表してください。だな、100いきました。え、ほんま？やったー！やったー！行きました。言い方何よ。同時に。
茶碗蒸し行った行った行ってた行った行ったちょうどやったお前ちょうどええわ